おはようございます、バンです。そうしましたら昨日に引き続いて、石垣の裏側に水草を詰める作業をね、引き続きやっていきます。今日はねこちらですね、階段の北側ですね。ビフォーはこんな感じですね。ちなみに昨日一通り、水草がね、入ったかなっていう状態の、石組みの方ですね。階段から南の方、こんな感じですね。で、水草の状況はというと、昨日とあんまり変わってない、もしくは若干沖に動いたかなって感じがしますね。台風がね、通り過ぎたんか通り過ぎたんかも、なんかようわからんような状態ですけども、やっとね、西の風になってるんですよ、今。でもね、ほぼほぼ無風なんですね。まあ、微風ですけども、西の風になってます。まあ、これがね、もうちょっと風が、西の風が吹いてくれたら、沖へね、水草が行ってくれるんですけどね、この風ではちょっと、もう動かないですね、おそらくね。まあ、とりあえず、水草はね、裏詰めの素材として必要なんで、まあ、ある程度ね、あんまり多かったら嫌ですけどね、とりあえず、この裏側に、水草詰めていきます。それでは作業開始です。はい、どうもです。解説していきます。水草の、茶色いやつについてはね、回収できましたね。一番奥まで行ったと思います。で、湖の中でこんもりしている部分、ああいう浮き島みたいなやつですね。あれもなるべくね、回収しましたね。で、石垣の内側ですけれども、こんな感じですね。雑草がバーッと生えていたところの上にね、かぶせる形で、草刈りを
やらずともというね、草刈りの労力を、削減する目的もあって、水草をね上からね、かぶせてます。こんだけ、の範囲ですけれども、ね、ここの、この段差があるこの中は、芝刈り機が使えないんですね。刈り払い機で上昇することになるんですけども、なかなか手が回らなくてですね、まあここだったら水草を上からね、押し付けてやれば除草にもなるんじゃないかなというふうに思ったわけですね。であそこちょっともっこりしてますけど、あれには理由があって、あそこに切り株があるんですね。で、ここに大きな大木が立ってたんですけど、前にも言った通り、切り倒されたんですね。でもここはですね、その残った、木の根っこがですね、この辺に張り巡らされているんで、ここの、大事なこの場所ですね、侵食を食い止めるために、切り倒されてもなお大木の根がね、枯岩を守ってくれてます。ただヒコバエがね、ぐにぐに生えてきたり、あと、こういうわけわからんキノコの硬いキノコみたいなのが生えてきたりとかでね、あんまりよろしくない状態でした。刈り払い機も、芝刈り機も役に立たないキノコがね、生えてきてました。なんですけれども、ここもですね、水草を上からどさっとかぶせることによって、まあ、要するに、生分解ですね、生物微生物による分解で、表面に突出した切り株とかヒコバエ、それからああいう、ジメジメしたところに生える草ですね、草じゃないキノコ、これをですね、一網打尽に水草で上から分解してしまおうという作戦ですね。ちょっともっこりしてますけども、まあ、そのうち、中にはね、石とかは多分ないと思うんですけども、まあ、そのうち、ちょっとずつ分解して、慣らして、で高さを揃えていければなぁなんてね思ってるんですけどね、ちょっとそれには 2,3 年かかるかもしれないですね。まあでもここまで来ましたね、ようやくね。水草を利用した、階段の間のね目地材もまあまあいい感じでね、数回にわたって今転圧中ですね。今3回目ぐらいです。あともう 2,3 回やれば、硬い土になってくれるんじゃないかなと思いますね。もうここは、ご覧の通りトラロープの外にしています。水草を踏むのが嫌という方もおられるかもしれないですけど、まあとりあえず安全は安全なんで、でこういうところで、ね、こういうところ別に滑らないんで、大丈夫ですね。こういうところに水草が残ってるとね、滑る可能性があるんであんまり良くないですけどね。この辺もそうですね。まあ、とりあえずこの平坦な部分に水草で、ちょっとずつね、もうこれ土になっていってますね。もう土見えて痩せてきてました。今日ちょっと水草補充してましたけれども、これを何回か繰り返したら、まあ、こういう風になるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、どうでしょうかね。はい、本日以上です。ではでは。